ちょっとずつ高層のびっくりショーも発展して面白い。努力見られる。なんか最初はなんかただ高層が踏んでるだけだったのが、なんかストーリー性が加わってみたいな、徐々に変わっていくみたいな。成功体験で人は変わる。まあでも成功体験で人は変わるからな。でも本当に逆に成功体験ないと変わんないからな。今日知ったんだけどさ、前澤社長がなんかツイートのリツイート数ギネス取ってて、ちょっと面白かった。なんかマジかみたいな気持ちになった。悲しいよね。知らん人に金ばらまくので、 SNS の人と人とがつながれるインターネットで、そしてこう Twitter っていう、こうみんなが使ってる SNS で一番リツイートされたのは、こう誰かの素晴らしい一言とか何かの衝撃的な写真とかじゃなくて、金あげるリツイートしろっていう、それだったんだって思うと、なんか何とも言えない気持ちになるよね。やっぱ重課金なんだなっていう。前澤社長のさ、ツイートをリツイートしてないだけで、でもなんか勝利、勝ったって気持ちになれるから、勝者の気持ちになれるから俺は好きだけどね。リツイートしてないだけでなんかプライドは保てるよね。前澤社長リツイートしてないから俺勝ったみたいな。サブアカでめっちゃしてるゴミ俺は。大の大人がだってなんかお金くださいって他人に言うの恥ずかしくないの。大人でしょ。子供だったらいいけど、懸賞とか。懸賞ってプレゼントだもんな。物とかだったらまあまだわかるけど、金くださいだもんな、完全に。お金欲しいじゃん。なんかでも嫌じゃね。なんかサブアカとかでするのはまあわかる気がする。自分の顔をプロガにしてるおじさんがリツイートしたらちょっときつい。あーわかる。あのさ、和室でさ、後ろ汚い襖でさ、ちょっとなんか破れてる襖でさ、下から見上げアングルの自撮りでリツイートしてたらやばくない？あの車の中でさ、運転席座りながら自撮り撮ってるやつとかきつくない？うわーって感じ。あの政治系のツイート引用リツイートでめっちゃなんか話してるみたいな、わかる。でリプもいいねもファボも全くついてない、壁に打ってるだけみたいな、誰も聞いてくんないみたいなのが、なんかああいうの見ると政治団体とか入るのって楽しそうだなって気はするけどね。そういうつながりがないと、人との、そういうこうコミュニティ要素もありそうだなって気はする。寂しいじゃん一人でそんなやっても。それになんか大人がやってても恥ずかしくないし、柴さんくんの50人くらいだと入ってなかったらそうなってた。いや入っててもそうだったから関係ない。入ってても普通にサブアカでやってたから。え、柴さん的にはなんかそういうのはなんか思うところあったりしない？あ、柴さんこれあれだ、釣り放置だ。多分ツイートしてるん、多分今柴さんこれツイートする男の背中ぞ、これかっこいいな。あ、この頃ずっとお忙しいの？お忙しいね、この頃。お忙しくてさ、今日なんか昼なんかしょんぼりしちゃった。なんかお忙しくて、別にでもなんか何かがしたいとかじゃないんだよな。別になんか無限に仕事しててなんかなんなんやろかみたいな。うつ病？いやいや、うつ病には俺はならないから。ああ、躁うつにもなんないよ。躁うつは遺伝要素多いからね。タバコ値上がりしますね、うん、余裕。あ、酒値上がりするんだっけ？値下がりなの？第3のビールが値上がりするってこと？ああ、偽物ビールと本物の価格差が小さくなるのか。でもあれっしょ？ストロングゼロとかと関係ないっしょ？ストロングゼロとかこう、なんかそういうのと関係ないんだったらもういいって感じする。俺ビール朝日スーパードライしか飲まない。まあ飲めないこともないけど、自分で買うんだったら朝日スーパードライ。ああ、コロナか。コロナも美味しいけどね。コロナビールさ、いいよね。ちょっとみんなでさ、バーベキュー行かない？バーベキュー行かない？みんなで。どっか。なんか、ちょっと、出かけるか。ダメだよ。お酒飲める人限定だよ。酒飲み合宿だから。でも行くんだったら車で行って一泊したいな。でも一泊したら問題か。ちょっと問題になりそうだな、一泊したら。女の子いてセックスしちゃったら問題になりそうだもんな。さすがに。ダメか。それは。何も起きないはずもなくになる。君にさせて脅迫する。なるほどね。お前、ロゼピンとやっただろうって。書きかまで、怖いな。ロゼピンだったら別にやったのバレたところで何のダメージもないけど、書きかまはダメージあるよな。犯罪だもんな、書きかまとやるの。ロゼピンは何の問題もないでしょ。ダメージない。むしろマイナス？むしろマイナス？下げ番下げ番なんかでもちょっと楽しそうじゃない？なんか、みんなでバーベキュー合宿か。でもさ、都内でもさ、なんかあるよね。なんか、なんだっけ、行ったことないけどさ、新宿のさ、あの、京王百貨店あるんだよ。そこの、確か屋上でバーベキューみたいなのできるんだよ。なんかその京王百貨店で買ったものを
持って上がって自分たちで焼けますみたいな。でもそうじゃないよな、そういうバーベキューじゃないよな、したいのって。そんなんで焼肉だもんな、ただの。もっとドキュンっぽいさ、川でバーベキューしたい。ドキュンがやるようなことやりたいんだよね。そう、ドキュンがやるようなことしたい。ドキュン川だよな。火起こしからやるみたいな。絶対車いるじゃん。俺出すよ。レンタカーで一緒。2台で10人ぐらいで行けば。そんなにいらないか。いやだから一泊して、次の日の昼とかに帰ればいいじゃん。したらなんか、酒抜けてるっしょ。昼とか夕方なら。どんだけ飲んでも。達也になんないでしょ。酒飲めないけど免許持ってる人運転手。あー、それあり。それありだな。酒飲めない年齢だけど免許持ってるやつを運転して連れてく。そいつは、ジュース飲ませて、後の人で酒飲むみたいな。MC 豊かとかでいいんじゃない？飲ませなきゃいいじゃん、豊かに。飲ませないっつうのは豊かに。飲ませないで運転だけさせるっていうのでいいんじゃない？呼んでやるから飲むなよって。っていうので MC にやらせようぜ。あの、帰りとか行きも全部寝てるから、もうずっと。その、ナミとかしないから、助手席乗っても。勝手にやってねっていう。ガチの奴隷じゃん。朝は夜朝まで飲むから車は爆睡して、あとよろしくねって。おい、誘われたんだからいいだろうって言って。いいな、そういうちょっとバカなことしたいな。いやでも問題起きそうだからもう秘密裏に行かね。なんかもう、言っても言わん方がよくない？キッズとかにも言わんで、なんか問題起きそうだから、え、違う、未成年は酒飲めないから、で、酒飲めるやつだけで固めて、もう酒飲む人で行くと。酒飲まんでもよくね。いや、俺は飲まないとダメだから。それ行く意味ないから。子供の遊びじゃねえんだよ。お酒飲まないと死ぬから俺。オレンジジュース飲みます。バーベキューでドキュンやるか。奥多摩の川とか行く？船でちょっと調べたんですけど、船調べたことあるんですけど、船借りるの結構しますよ。200万ぐらいしますよ。俺調べたことあるんだよ。船一隻借りる、あの、行き狩りデートみたいなのってどれぐらいできんのかなと思ったら、結構でかい船借りるみたいな。200万ぐらいかかるよ。人数が多いと。ちょっともう、相当な行き狩りだよね。まだ早い。まだそれするのはまだ早い。まだその段階じゃない。パパにお願いするか。なんか本当に借りれそうでなんかちょっと怖いな。パパ持ってそう。パパ持ってそうで怖いな。当日天気悪かったら最悪だな。あー、まあ確かに。天気悪くても外で飲むっしょ。ガンガン雨降ってるなんか外で飲めるじゃん。あ、でも俺はさ、あれの免許取りたいなと思って、あのジェットスキーあるじゃん。ちょっとあれの免許取りたいなと思った時期あった。で毎回ちょっとね、取れない止まりになってる。来年こそはで。あれさ、なんか、あれなんか、いきがりドキュンごっこできるくない？あれ。あれドキュンだから嫌い。いやでもさ、あれ、いきがりドキュンごっこできんじゃん。楽しそうだなって。あれ、肛門にジェット入ったら死ぬよ、オタクくんさ。スノーモービルの免許。お前、ソ連の話すんなや。でも、ジェットスキーって免許なしで乗れる国結構多いんだよ。だから東南アジアとか結構免許なしで乗れるっぽいね。シンガポールも免許なしで乗れんじゃなかったっけな。免許はそもそも概念として存在しないみたいな国結構確か多いはず。タイとかもね、そうそう、自転車と一緒の扱いで、なんかジェットスキーでも別に免許なしで乗れるみたいな。年齢さえなんか18以上だったらみたいな。確かそうだったはずよ。そういうなんか不条理なことしないとなんか、ちょっと精神がおかしくなりそうだ。いやなんか不条理じゃんもう。なんかその川でバーベキューなんて。バカじゃん。非合理的、かつ非生産的なことだよ。なんかバーベキューオタいないのかな、参加勢で。一人ぐらいいそうじゃない？いないか。でも陰キャでもさ、ゆるキャンの影響でさ、始めたやつとかいない？典型的な。俺の後ろでゲームしてるやつ、それ。リンクくん？リンクくんそうなの？ゆるキャンの影響で。あ、もう典型的なやつじゃん、もう。典型的な。あの、軽音で、あれ買っちゃうみたいなやつじゃん。レスポール買っちゃうようなやつじゃん。おもろ。ゴッドノーズ難しいからね、あれ。俺もちょっと練習したけど。あ、難しい、あれ。あの、リズムギターは簡単だけど、あの、リードギター俺無理だったわ。しょうもなギターって無理だった。あ、なんか、キャンプガチ勢いなそうだな。いないか、キャンプ勢。ダミ友はなんかもう信用ならんっしょ。全然信用ならんっしょ。バーベキューでいいよ、バーベキューで。キャンプじゃなくても、バーベキューでいいけど、なんか信用ならんわ。グランピングがいいな。まあ、グランピングの楽だよね。いや、ま、酒飲めりゃ何でもいいから、別にぶっちゃけ。泊まりだったらもうしょうもないさ、なんかビール一人二缶ずつ買うみたいなね、そういうの許されないよ。そういうのはしたくない、別に。なんかもう行くならもう限界までバイプッシュするしかないね。でも、クンキッズ陰キャだから酒とか飲まなそう。ゴミばっかで。クンキッズなんかモスコミュール飲んでるイメージ。レモンサワー頼みそう。一杯目レモンサワーっぽい感じする。君たち一杯目レモンサワー頼むっしょ。なんか、そんな感じする。で、3杯目ぐらいにウーロン茶頼むんでしょ？レモンサワー飲んで、3杯目にウーロン茶頼んで、お茶を濁すやつ。それ、どこの MC？
ダミトも多分ね、しょうもないよ。ダミトも信用できん。何言っても。俺の中のイメージの、ダミトものイメージが、なんか、2年ぐらい前のオフに来たあの、なんか、中学生みたいな、なんか感じの雰囲気のダミトものイメージしかないんだ、俺。あれから変わったの？なんか、2年前の地位級中学生ダミトもから変わったの？わかる？え、わかるでしょ？高層とアマゾンとかも。会ったことあるやつはわかるでしょ？地位級中学生ダミトもみたいな、言ってること。なんか、オーラなんだよね。オーラ。オーラを感じる。なんか、ピコとか着てそう。服装、じゃない？なんか、圧倒的に。あと、髪型？髪型と服装じゃない？もう。あの、胸元に紐入ってるやつじゃないダミトも着てる服、大丈夫。あの、英語でなんか、筆記体でグニグニグニって書いてて、胸元に紐入ってるやつじゃない。髪型は治ったらしい。そうなの？ここ最近、オールバック。うわー、似合わなそう。ダミトモくんの童顔でオールバックはなんか合わなくないか？どうなるんだろう。相当ダミトモくんの容姿ディスりまくってるな。ちょっと褒めとくか。カメラに詳しいよね。それあるよな。やっぱ。すごいよね。それすごいよな。いやいや、無理して褒めてない。別に、無理してないよな、別に。カメラに詳しいのすごいよな、って。普通に傷つく。なんでなんで、別にカメラ詳しいの別にいいじゃん。ダメなの？嫌なんだよ、もう。なんか、髪型は？写真ないの？なんか、捨てハゲさんみたいな感じ？そうだよね、これ。捨てハゲさんみたいな感じじゃない。オールバック。まあ、オールバックっちゃオールバックだけど、オールバックとは言わないんじゃね？なんて言うのかな？でも、捨てハゲさんみたいな感じとしか言えない。思ってたのと違った。駅のホームとかで友達と騒いでそう。あー。MS お前、人を観察する目があるな。うん、そうだね。なんかまさに、そんな感じする。なんか、高校生の頃とか、なんか、友達少なかったのかな、みたいな。大学でこう、ようやく自分のこう場所ができたみたいな感じですごい喜んでそうみたいな感じが。でダミトモくんのことなんかディスりすぎてるな。ちょっと褒めないと、優しくしないと。なんかいいとこなんか探そうぜ。ダミトモくんのいいとこ探ししよう。カメラが高い、よく喋る写真がうまい、名前がかっこいい、映画いっぱい知ってる、元気元気元気いいね、元気、メンタルが強い。あ、ダメだ。ジャッジする人いねえわ、今。ちょっと、マジ、お酒飲める部、ちょっと設立して、酒飲みに行きたいね。不条理なことしたいな。MC は飲めなくて大丈夫だよ。運転できるんなら、MC は来ていいよ。車乗らなくて、やっぱ都内で済まそうぜってなったら、まあちょっとまだ今度ねって感じだけど。これが本当のアッシーくん。ちょっとうまい、アッシー。それはうまい。一本だね。送り迎えだけ MC 来ればよくね。あ、確かに。送り迎えだ、来てもらえばいいのか。じゃあ明日もよろしくねっつって、あー、ピックアップしてくださいみたいな、あのウーバータクシーだな、今度サービス始まるウーバータクシーみたいな感じで、Hey MC って言って、行ったらピピ、なんでしょうって来て、あの、な、住所どこどこ県どこどこ市、なんのなんのなんって言ったら、わかりました、少々お待ちくださいっつって、コースのご指定はございますかって言って聞いてきてくれたりする。あー、高速でいいよ、高速代出してやるよっつって、高速代出したらちゃんと乗っけてってくれる。もう誰でもよくね。いやでもそしたらいいやつだなってなるよね、みんな。 MC のことみんなすげえいいやつだなって、あいつって、お前すげえいいやつだったよ、めっちゃ親切じゃね。はあ、なんか不条理なことがしたいよ。はあ。